会アジア競技大会は、サツキバレーの5月24日、7万を超える大観衆に渦まる東京国立競技場で、華やかな選手団入場式から幕を切って落としました。お揃いのターバンも美しいインド選手団。大会総裁皇太子様が到礼されます。わずか4人の選手団はネパールです。続いてフィリピン、最後は日照旗を先頭に東団長以下337人の我が日本選手団の入場です。限りなき前進の旗印のもと、アジア20カ国1700人余りの選手たちは、かくて緑の芝生の上に整列しました。天皇陛下の開会宣言。第3回アジア競技大会の開会を宣言します。高らかに鳴り響くファンファーレ、同時に5000羽の鳩が放たれて大会気分は最高潮。やがて聖火が会場に到着。マニラから4800キロ、はるばる運ばれた聖火はアンカー小田幹雄氏の手によって聖火台へ上ります。午後3時38分、聖火は赤々と燃え上がりました。こうして日本スポーツ界始まって以来のスポーツの祭典は開会式を終わり、この後グラウンドいっぱいに美しいエキシビションの数々を繰り広げました。しかし無制限の切符の乱売から入りきれない人々があふれて大混乱、組織委員会の責任が強く追及されました。25日から一斉に競技を開始しました。メインスタジアムではまず男子 5000m 決勝、イランのバクマン橋を先頭に日本の井上、林田、韓国の菅が続き、いよいよ最後の一周です。時期を狙って3番目についていた井上、猛然と出ました。ついにトップのバクマン橋を抜いて井上、猛烈なスパートです。ストレッチを井上快走、断然他を引き離して素晴らしい独走ぶり。井上ゴールイン、タイム14分39秒は大会新記録、陸上第1号の日照旗を上げました。続いて女子 200m 決勝、2コースの小林がトップ、インドの土蔵座懸命に食い下がってデッドヒートを展開しています。小林猛烈なスパート、競り合っています。小林ゴールイン、18歳の小林選手は優勝候補の土蔵座を破って見事初陣を飾りました。一方スタンドでは本社派遣の豆記者も活躍しています。第3日は男子走り幅跳び、日本の小田は予想外に振るいません。続くは韓国のジョ、見事7メーター54を飛んで金メダルを獲得しました。第2位は中国のヨウデンコウ、3位はパキスタンのアリでした。男子100メーターの決勝です。手前が強豪パキスタンのカリクです。向こう側懸命に食い下がる日本の牛尾、カリクは先頭です。牛尾を追っております。ついにカリク先頭でゴールイン、タイム10秒9。しかし入賞は無理と思われた日本の牛尾も第2位に入りました。一方後楽園アイスパレスのレスリングは4日目最終日を迎え、日本中川とイランナセルの対戦です。終始鋭い攻撃を続けナセルを圧倒しています。かつて中川は判定勝ちで優勝、日本はレスリングで堂々5つの金メダルを獲得しました。オ
同じく4日目団体戦最終日を迎えた早稲田体育館の卓球は向こう側韓国の際手前日本の江口です。マッチポイント、江口のスマッシュ見事に決まりシングルスで2勝、ダブルスにも圧倒的な強みを見せ韓国を破り、続いて中国をも破って見事完全優勝を成し遂げました。一方男子団体決勝戦、向こう側4対3とリードした強豪ベトナムのマイバンホア、手前は田中です。田中ネットしました。いよいよマッチポイント、田中アウトしました。ついに日本敗れました。初めて強豪日本を破り小躍りして喜ぶベトナムの選手団です。昭和29年以来卓球王国として無敗を誇った日本チームとしては予想外の敗北でした。